こんにちは。サルゲッチュ 2% RTA の解説をしていきたいと思います。この記録は3年半前に出した記録となっています。解説動画を出してほしい、という声が多かったのですが、いろいろ準備してたら遅くなっちゃいました。遅くなってしまい、申し訳ありません。最初のステージ、古代の原っぱです。動き出した瞬間からタイマースタートです。ゲット鬼でゲットした後にすぐにメカ棒にチェンジすることでモーションをキャンセルしています。モーションキャンセルはサルゲッチシリーズ共通のテクニックになっております。ゲットするたびに使うので、チリも積もればでタイムが大きく変わってきます。あっという間に最初のステージが終わりました。このペースでガンガンゲッチしていきます。サルの動きは固定ではなくランダムなので、アドリブ力が求められるゲームになってます。猿の動き以外にもボスの乱数によって大きくタイムに影響したりするので、非常に乱数に左右されやすいのが RTA プレイヤーにとって楽しくも辛いところでした。私はこの記録出すまでに約3600回以上再走しています。初投資から2年以上やり続けてようやく取れた大切な記録です。次は水中用ガチャメカである水メカのトレーニングステージです。コストを読むとタイムロスになってしまうので、左側の看板を越えて進んでいっています。水メカは水中で R3 ボタンを押すことで網を発射できます。これで水中の猿も捕まえることができます。ちなみに水メカのおかげで通常より呼吸が長く続くらしいです。めちゃめちゃ便利ですね。水メカを含めるとガチャメカは全部で9種類あり、メカ棒とゲット網以外はトレーニングステージがあります。マジックパンチという最強ガチャメカ以外はこのカテゴリーでも触れることになります。次のステージ、着地役池です。最初の猿は走っていくと気づかれて逃げられてしまうので、ジャンプで近づいてゲッチします。走るより泳いだ方が少し早いのでギリギリまで泳ぎます。右寄りでゲッチして崖から落ちて右下に網を振ってゲッチします。崖上の猿を捕まえに行きます。2段ジャンプして頂点付近でフックドロップすることで網の判定に入れることができます。最後だけちょっと難しいですが、まだ序盤なのでこの辺りでミスすることは少ないです。この間にストーリーを簡単に説明しておくと、ボヘルをかぶって頭が良くなったスペクターという白い猿がタイムマシンで猿たちを過去に送りました。歴史が変わってしまわないようにカケル君が猿をゲッチしているわけです。過去から現代へと順番に猿を規定数捕まえることでステージクリアとなります。最後に首謀であるスペクターを捕まえてゲームクリアとなります。中世代最後のステージ、恐竜バレーです。ポストを読まないように迂回して坂を登っていきます。滝の裏に猿がいるので捕まえに行きます。たまに石を投げて妨害してくる厄介な猿なのですが、今回は何もなく捕まえることができました。続けて逆立ち中の猿をゲッチュ。通過の攻撃を避けてリフトに乗ります。ここのリフトは周期なので、この周期に間に合っていればちょっと遅くても大丈夫です。メカ棒で卵を叩いてすぐにゲット鬼に切り替えてゲッチュします。モーションキャンセルすることでこのように捕まえることができています。2段ジャンプの時にスティックをニュートラルにすることで感性を残したままジャンプしています。通称クイックジャンプというテクニックです。これも多用するので重要テクニックとなっています。最後に捕まえた猿は非常におとなしい性格の猿です。性格は大まかに分けて7種類あり、パンツの色によって判別できます。厳密に言えば1匹1匹に性格が設定されており、全員に個性があります。 RTA では緑猿や赤の猿に攻撃されてタイムロスすることが多いので注意が必要です。ちなみに猿の攻撃タイミングも乱数となっています。次のステージの前に猿を探知できるガチャメカ、猿レーダーが入手できます。コストを避けながらダミー猿の位置を探しています。ダミー猿の位置は8通りのパターンがありますが、今回は全部右側にある乱数の良いパターンでした。外して爆弾を踏んでしまうと当然リセットになります。残念ながら RTA では猿レーダーは使う機会がないのですが、猿一匹一匹に名前、ステータス、一言が設定されていてとても面白いので右画面で紹介していきます。猿に元ネタがあってよく考えられてて面白いですよね。序盤の割にかなり広めのステージ、ジャングルリバーです。処理落ち回避で視点を右にしています。
ウツボカズラの中にいる猿を叩き出して捕まえます。パッケンとしてくる敵は捕まるとタイムロスが大きいので倒しています。ウツボカズラに入る前に捕まえようとしましたが失敗してしまっていますね。気を取り直して次行きましょう。次の猿が捕まるかどうかでルートが少し変わってきます。乱数要素が強くなってきました。この猿を UFO に乗り込む前に捕まえることができたら8秒程度速くなります。今回は無事捕まえることができました。坂に走って勢いをつけてジャンプすると高く飛ぶことができます。ちょっとだけ難しいテクニックです。猿が高いところにぶら下がっていますが、2段ジャンプの頂点でメカボを振ると落とせます。岩に潰されてもビスケット1枚で済みますが、タイムロスなので華麗に避けていきましょう。ちなみに先ほどの UFO 猿が捕まる確率は体感で6分の1程度です。そこでリセゲーしていた時期もありましたが、そこに関わってたらキリがなかったので途中で諦めました。これ以降も乱数は盛りだくさんなので、そんなこんなで最後の1匹になってしまいました。この猿は場所によってはダブレシアを倒してから捕まえることもあります。このステージには電気ナマスやジャンボッティーなどの敵キャラクターも出現します。エニーパーセントでは見かけることはありませんが、ちょっと怖いキャラクターですよね。初代サルゲッチはニヤさんと違っているところがあり、コミカルでありつつもシリアスな雰囲気を出していて、そのバランスが最高という評価もあります。コミカル全開だったりする作品も私は好きです。ステージ選択画面はロードが終わったタイミングで右を押して、すぐに丸を押してちょっとだけ短縮させています。間違って丸を先に押してしまうと前のステージに入ってしまい、大きくロスしてしまうので注意しています。ここの猿はハイハイで見つからないように近づきます。このゲームの仕様で大好きなところの一つで、ハイハイしている間だけ BGM の音が少なくなります。いないふりをするとさらに音が少なくなります。状況にリンクされた BGM に変わっていき、より緊張感が高まる仕組みが本当に素晴らしいです。さて解説に戻りましょう。紫のブヨブヨに気をつけながら極力内回りで進んでいきます。ジャンプしてわざと気づかせようとしていますが、全然気づいてくれなかった。遺跡の中には3匹の猿がいますが、このカテゴリーでは1匹だけ捕まえます。1匹はかなり遠回りしないといけないのと、もう1匹は今時点でそもそも捕まえることができません。遺跡を出たら降りて柱の上の猿を捕まえに行きます。敵の配置乱数によっては倒して進んでいきます。無事ゲッチュできたら RTA っぽくデスルーラします。これで先ほどの遺跡から出たところまで戻れます。ここの猿はレーザー銃を持っているので撃たれないように祈ります。そしてジャンプして距離を離されないように祈ります。ブロックを落として隠し部屋に行けるようにします。落ちる時にメカ棒を振ったまま着地すると落下ダメージを受けないというテクニックがあります。ここの狭い足場では方向転換のためにメカ棒を振っています。地味ですがかなり重要で、モーションキャンセルも挟むので少し難しいところでもあります。このマップにいる緑パンツの猿を捕まえる少し早いルートもありますが、攻撃性が高く運に左右されるので選択していません。残り1匹をさっくり捕まえてこのステージは終わりです。初代サルゲッチュでは落ちてしまうと残機が1つ減ってしまうので、 RTA を始めて最初の頃は何度もゲームオーバーになってました。サルゲッチュシリーズの中でも難易度は結構高いですね。ここからあのガチャメカが登場して、いよいよ RTA らしくなってきます。それはパチンガーというガチャメカです。弾を発射してスイッチを遠くから押したり敵を倒したりすることができるガチャメカですが、飛べます。天井も開いてるので裏側に行けます。軽く説明すると、パチンガーを引いた瞬間に設置判定が出て、その間にジャンプすることでもう一段ジャンプできるようになります。ジャンプ、パチンガー、ジャンプの繰り返しで無限にジャンプすることができます。通称飛びんだというバグ技です。これを利用してここからめちゃくちゃしていきます。早速ガチャメカをセットして飛んでいきます。ガチャメカをセットするボタンは好みなのでどこでも良いです。上から降り注ぐようにゲットします。通常プレイの時もガチャメカをセットするボタンは人によって様々ですよね。下の方にちらっと見えている猿を捕まえに行きます。崖つかまり、崖離し、網振りという動作を素早く入力して柵越しにゲッチします。落下ダメージ回避も忘れずに。この後パチンガーで柵の隙間からスイッチを押しますが、
2500時間以上プレイしている私ならノールックで当てちゃい。ここの猿はよくレーザー銃を撃ってくるので祈ります。左の部屋にも猿がいますが、よく逃げ回る猿なので安定を求めて無視していきます。だるま落としのギミックがありますが、飛べるので関係ありません。猿を求めてさらに奥へと飛んでいきます。残り1匹です。床が見えていませんが天井を歩いています。通常ではメカ四駆というガチャメカが必要な猿ですが、すり抜けて上から撃破します。天井作ってないのが悪い。こんな感じで通常プレイではいけないところや裏ルートを駆け回るシーンはコンボもよく出てきます。このステージをクリアするとヒロキアタックとイフレスが始まります。勝てばスペクターコインが5枚も手に入るビッグチャンスなのですが、全く持っていらないので速攻でステージから脱出します。細かいですがタイミングを見計らって上に出ている時間が0秒で脱出できるように意識しています。次は RTA には必須アイテムの一つが登場します。ダッシュフープというぐるぐる回すとダッシュできるガチャメカです。攻撃判定もあるので敵に向かって走ると敵を倒せたりもします。移動時は基本的にこれを使うことになります。トレーニングステージです。ホストの上から天井に渡っていきます。なぜか天井が設定されていないので悪いことができちゃいます。一見早いルートに見えますが、ホストのメッセージを読む関係で実はそんなに速くなかったりもします。ミスするリスクもあるので初心者にはあまりおすすめしていません。ステージに入ったらすぐにガチャメカをセットします。セットするときはセレクトボタンでガチャメカ選択画面を呼び出して最速でセットできるようにしています。ダッシュフープをセットしたボタンを押した直後にジャンプするとダッシュの感性を残したままジャンプすることができます。これを利用することでより遠くにジャンプしたり少し遠い距離からでも勢いをつけてゲッチすることができます。3匹ゲッチしたら扉が開きます。ムービー後はカメラの方向がかけるくんの進行方向にリセットされるので注意が必要です。先ほどの完成ジャンプとトビンダーを組み合わせて完成とビンダーという技を使っています。ダッシュフープボタン、ジャンプ、パチンガーに切り替え、トビンダー、この動作を高速で行わないといけないのでそれなりに難しいテクニックです。失敗すると完成が乗らないままトビンガーしたりジャンプで終わってしまうような形になってしまいますが、リスクは少ないのでガンガン使っていきます。次のステージは水中ケイブです。最初のマップにいるサメの周期が決まっているのでタイミングが合うように急いで捕まえていきます。処理落ちを回避するために右向きでトビンガーします。感性とビンガーに加えて視点移動も入るのでカオスです。パチンガーに切り替えておいて自炊します。タイミングを見てサメの上で泳いでいる猿をゲッチします。トビンガーで全部のギミックを無視してお花を見ているだけの猿をダブルゲッチします。このマップは全部捕まえちゃったので残り1匹を求めて洞窟の中に向かっていきます。最後の1匹は動画のパターンと別に正面にいる赤パンツの猿を捕まえるルートもありますが、リスクを避けて簡単な方を捕まえに行っています。終盤にとっておきの乱数ゲーがあるのでそこまでは運用素をできる限り少なくして立ち回りとなっています。つまり攻めに攻めてこれ以上の記録を出すことは可能ですが、現時点では正直リセゲーが激しすぎて精神的にしんどいかもしれません。実際この記録の前が44分52でしたが、そこからこの記録が出るまでに半年以上かかってます。次は序盤の鬼門ステージ、ガブリンの島です。最初は処理落ち回避をしつつダッシュフープで攻撃してガブリンの口の中に入っていきます。中に入ったらすぐにダッシュフープを回してトビンガーで上の方にいる猿を捕まえに行きます。網が猿に当たってるのに捕まってない時がありますが、これは猿がジャンプした瞬間は無敵判定になっているためです。つまりジャンプされ続けたら一生捕まえることができません。左側にも猿がいますが強い上に遅いので次のマップに移動します。ここからこのステージが鬼門と呼ばれるゆえんとなるショートカットが始まります。まずはトビンガーでステージ裏に入り、暗闇の中をダッシュフープで少しだけ進んで感性とビンガーで飛んでいきます。壁判定があるところに向かって壁押しをして一度落下してから再度トビンガーをします。
すると次のマップへの移動判定に触れることができます。真っ暗で目印がないためタイミングを測るのが非常に難しいです。万が一落ちてしまったら無限に押し続けるため、ステージを脱出する以外にリカバリ不能になります。落ちない簡単なルートもありますが、こちらの方が10秒程度早いので採用していません。裏道ルートさえ越えてしまえば、あとはサクサク捕まえていくだけなので簡単です。途中解説挟めませんでしたが、タッチンガーで落とした猿は位置がほとんどパターン化されているので決め打ちをしています。とりあえずここまでにしたいと思います。また次回お楽しみください。ありがとうございました。こんにちは、パート2の始まりです。パート1ではたくさんの再生やコメントありがとうございました。原始時代が終わって氷河期からスタートとなります。次のステージは開幕から逆走していきます。まずはマップ外狭い流木をダッシュループで渡り回転台に向かっていきます。ミスってるじゃんこの人。冷静にリカバリできていたため 1.5 秒程度のロスで済みました。危ない危ない。回転台のプロペラに当たらないように完成ジャンプ足すクリックジャンプで渡ります。マンモスの上に乗っている猿を撃ち落とします。爆裂玉一発と誘導玉一発でぴったり落とすことができます。誘導玉ではなく通常玉でも倒せますが、爆裂玉を撃った後に少し待たないといけないため誘導玉を採用しています。最初のリカバリが遅れているとこのマンモスの周期も遅れて大幅ロスになってしまうダメリス案件でしたね。このステージはトータルして4秒弱のロスでした。乱数要素のないステージでのタイムロスは悔やまれるところですね。ちなみに 2% の私の理論値は42分56秒です。なので理論上はまだまだタイムを更新できることになってます。現実的にはおさらいですが、完成ジャンプはダッシュフープボタンを押してジャンプ、2段ジャンプ時にスティックニュートラルでクイックジャンプでしたね。さて次はトビンガーのおかげであまり使われなくなってしまったガチャメカ、トビトンボの登場です。ポストより左側で崖つかまりするとメッセージを流しながら崖復帰することができます。約1秒の短縮になります。トビトンボは右スティックを回して直感的に飛べるし、飛んでる音も気持ちいいので私は結構好きなガチャメカです。まあトビンガーのおかげでしばらく出番はないけどね。スラーラ洞窟です。最後の処理落ちマップ以外は難易度は高くありません。ホラー穴にいる猿はダブルゲッチします。網の判定は下方向に強いのでテーブルの上から網を振っていれば捕まえることができます。このステージあたりから猿のノルマが多くなってきて、ステージをまんべんなく探索する必要が出てきますね。洞窟に入ったら急いで登ります。まれに敵の乱数次第で被弾することがあります。つららが飛び出るのを待ってますが、待たなくてもギリギリいけるのに記録ペースでちきってますねこいつ。雪玉は周期なので問題ないですが、落ちてしまったらマップの最初からなのでそこだけ注意ですね。左側にも猿がいますが、少し遠回りになってしまうため次のマップに向かいます。いよいよ処理落ちマップです。処理落ちの中でトビンガーをするとタイミングが取りにくくなるので、このマップは難易度が高いです。 UFO に乗られる前にゲッチします。万が一引き付かれてしまったら奥にいる猿を捕まえてリカバリできます。しかし約5秒のタイムロスになってしまうため、ここは捕まえておきたいところになります。ちなみにですが PS2 版では処理落ちがかなりひどいですが、 PS3 や PS4、PS5 版では処理落ちが少なくなります。PS プラスのプレミアムプランに加入すればサルゲッチプレイし放題なので、ぜひよろしくお願いします。サルゲシリーズおなじみの温泉ステージです。そういえばサルといえば温泉ってどこ発祥なんですかね。開幕とビンガーで捕まえに行きます。敵の乱数によっては撃ち落とされてしまうので祈ります。落下した時にガチャメカを振って落下ダメージキャンセルでしたね。このステージは高低差がすごいので、トビンガーによるショートカットが一層輝きます。猿の目の前で歩いてしまってますが、完成ジャンプミスによるものです。いよいよ温泉内部に向かっていきます。一瞬で終わっちゃうので要チェックです。開幕左にいる黒パンツ猿をゲットします。少し遅れると攻撃されてしまいます。
見えてませんが、岩から降りて滝の裏にいる猿をゲッチしています。この勢いで最後の猿もゲッチしてこのステージはおしまいです。あっという間でしたね。この時点では旧世界記録より3秒遅いです。私は後半戦の方が自信があるので、ここからガンガン巻き返していきます。ヒロキアタックパート2です。飛びトンボを使ってのレースとなっていますが、戦う意味もないのでもちろん脱出します。パート2では面白いショートカットがあるのですが、披露できないのが残念ですね。ちなみにヒロキアタックはパート1、2どちらも私が世界記録を持っています。結構簡単なので挑戦してみてください。ここから近代に入っていきます。現代に近づいてきました。お寺のステージです。開幕のトリプルゲッチの爽快感のためにあるステージです。敵にぶつからないように少し右寄りで階段を登っていきます。怒涛のトリプルゲッチです。ミスしたらとんでもないことになります。屋根の上にいる猿を撃ち落としてゲッチします。そのままお寺の中にお邪魔します。お寺に入ったらすぐにダッシュフープを回して階段を完成ジャンプでスキップします。柱の裏に隠れている猿をゲッチ。その後大仏の手に乗っている猿をトビンガーして捕まえて、その勢いのまま最後の猿も捕まえます。このテイクでステージの理論値を更新できました。めちゃくちゃ早かったですね。アビサビテンプルはランクに全く左右されないステージなので、プレイヤーの実力が出るステージですね。猿ゲッチには全部で204匹の猿がいますが、開発時の最初の頃は1ステージに1匹しか猿がいなかったらしいです。これは公式攻略本の開発者インタビューで言及されています。このガンガン捕まえる爽快感が猿ゲッチの楽しさの一つなので、猿の数が増えてよかったと思います。次は中華風のステージです。門の漢字はスペクターと読むらしいです。飛ぶ前に奥にいる猿の位置を目視で把握しておいて、トビンガーで上から勢いつけてゲッチします。このステージでは見ての通りトビンガーをミスすると落ちてしまいます。トビンガーの優位をフレームは少なくないですが、初心者の頃はよく落ちちゃってました。次のマップがこの RTA ではかなりの難所となっています。ここでは3匹の猿が素早く走り回る上に、ドラを鳴らされると上から鉄の塊が降ってきます。開幕で猿が一斉にドラに向かっていくので、そのタイミングで2匹以上捕まえられたらよかったのですが、今回は1匹のみゲッチュでした。乱数で決まる猿の動きによってメカ棒を使ったりそのまま捕まえたり判断しないといけなく、安定したタイムを出すことはかなり難しいと思われます。小島を経由して双眼鏡の猿を捕まえに行きます。ちょうど着地できるようにトビンガーの高さを調整しています。運よく猿も手前に来てくれてました。トビンガーで全ギミックをカットして次のマップに行きます。残り2匹です。マップが切り替わったらすぐに飛びます。マシンガンを持った猿がいるので撃たれないように祈ります。向き調整と落下ダメージキャンセルを兼ねてメカ棒を振ります。パチンガーでちょっかい出して気づいてもらいます。今回はこの時点では持ってないガチャメカでおびき出すことを想定している猿ですが、着地範囲が広いようなので気づいてもらえます。そういえばそろそろ皆さんもトビンガーに見慣れてしまったのではないのでしょうか。トビンガーは猿ゲッチュ2と3にもバグ技として存在しています。それぞれやり方も特徴も違っています。なんで猿ゲッチュシリーズにはこんなにもパチンガーで浮遊するバグが起きてしまうのでしょうかね。それももはや何かの運命だと思っています。外伝作品でも見つかるといいですね。中盤戦最後のステージ、カラクリキャッスルです。お城内部はマップ数もかなり多く複雑な迷路構造になっています。 RTA では全部すっ飛ばすので猿を捕まえる必要はなく、ステージボスを倒したらクリアとなります。水路から逆走するルートを通っています。なぜか一部だけ天井が開いているのでそこから渡っていきます。この後ボス扉を開けるためのスイッチを押しますが、一瞬ミスしているので目を閉じておいてください。目を開けてください。トビンガーで飛んでからのスナイパーのごとく可憐にスイッチを押すことができました。ここからまた場外に戻って城上の開いた扉に向かっていきます。すでにガチャメカセットしているのでお気づきかと思いますが、いよいよ飛びトンボの出番が来ます。捕
少し分かりにくいかもしれませんが、先ほど来たルートを逆走しています。来た道の空いてる天井から戻ることもできますが、マップ切り替えの判定が下方向に存在しているので、飛びトンボで加工しつつ横移動します。外へ出たラトビンガーでボスへ直行します。ボス部屋に入る前にビスケットが5枚あることを確認して入ります。スペクターとヒロキくんが待っててくれました。ステージボス、ステクライザー戦です。タルゲッチュでは HP 制のボスとヒット回数制のボスがいます。スペクライザーは HP 制のボスで HP 以上あります。爆裂玉の攻撃力が3、メカ棒の攻撃力が2なので、それぞれ2発で倒すことができます。あざと被弾してボスの攻撃隙を作ってから攻撃しています。かけるくん痛いね、ごめんね。ここはすごい簡単なので誰でもできます。ビスケットを5枚にしておくことを忘れないことがポイントです。このステージでは猿を捕まえなかったのですが、猿を捕まえると開く扉があるため、通常プレイでは最低5匹は捕まえる必要があります。ここだけで20匹も猿がいます。最終ステージに次ぐ多さです。ノルマ達成は簡単ですが、全部捕まえるのは広いので探すのがとても大変ですね。ここでかけるくんが現代に戻るムービーが流れます。現代が猿に侵食されている姿が面白いのでプレイしてみてください。ここまでクリアすると博士と夏美ちゃんがスペクターに連れ去られてしまいます。今までサポートしてくれてたであろう2人がいなくなってしまうので、かけるくん一人旅になりますね。博士がいなくなってしまったので、チャルちゃんが案内してくれます。最初からこっちの方が良かったのに。ここでメカ四駆の登場です。普通のラジコンカーです。エニー%ではこれが最後のガチャメカになります。ラジコンを操作して敵を倒したり、スイッチを押しっぱなしにすることができます。他にも狭い通路に入って猿をおびき出すことができます。右スティックの操作で直感的に操作することができるし、通常プレイでは何かとお世話になるガチャメカだと思います。現代のステージに入っていきます。公園府のステージ、町の式です。ジャングルジムの猿は勝手に近づいてくれるので捕まえちゃいます。早速メカ四駆のギミックを無視しちゃってます。メカ四駆は次のステージから使っていきます。ちゃんと出番があるので安心してください。ボクシングジムの猿はリングから降りてもらいます。そのままゲッチします。先に上にいる猿を捕まえます。黒パンツの割にはおとなしい猿です。ベンチに座っている猿を捕まえるときに手強いロボットが来ますが、無視します。3匹捕まえると次のマップへのマンホールのような扉が開きます。ですが RTA では逆走した方が早いので関係ありません。ここからの猿は全部攻撃性が強く、運が悪いと撃たれたり引っかかれたりすることが多くなります。状況によってはメカ棒で喧嘩をさせてからゲッチすることも視野に入れています。土管の中では地形の悪さも相まって、紫のブヨブヨが見かけ以上に強敵になっています。がっつり対空された上にジャンプで距離を取られました。レーザー銃で撃たれる可能性もあったので、メカ棒で転倒させる選択を取りました。次の土管では紫のブヨブヨが悪さしないようにメカ棒でひるませて安全に猿を捕まえます。ドラム缶地帯を滑り落ちます。ドラム缶にちょっと邪魔されてしまいました。最後の猿を捕まえて終わりです。このステージでは運の悪さから理論値より8秒ほど遅い結果になってしまいました。リセットすべきか悩むところですが、この時点で旧世界記録より6秒早かったので続行しています。ここまでにしたいと思います。次回いよいよラストです。ご視聴ありがとうございました。こんばんは、ハートさんです。前回もたくさんのご視聴やコメントありがとうございました。いよいよ終盤戦となります。最後まで気を抜かず頑張っていきましょう。サルテックファクトリーです。ステージ内にピトヘルやサルが乗るマシンを作っているような光景が見られます。乗り物のタンク発出ですが、ここでは飛んだ方が早いので飛んでいきましょう。次のステージで出番があります。近づくとサルロボに乗られてしまうので、爆裂玉で牽制しておきます。爆裂玉を使わず走っても9割間に合いますが、残りの1割が怖く、サルの位置と動きに左右されてしまうので安定をとっています。工場内に入ったラトビンガーでギミックを全カットします。3匹目を捕まえると扉が開くムービーが入りますが、なぜかこのステージだけムービーの長さが短いです。次のマップはサルロボが登場します。このステージの最大の難所となっています。着地ミスしたけど気にしないで、
最初に爆裂玉を当ててロゴの上昇中に爆裂玉と通常玉を当てます。猶予がかなり短くタイミングも取りにくいため見かけ以上に難易度は高いです。最後に爆裂玉を当てて倒すことができます。黒ひげのごとく空中に飛び出すのでチャレンジゲットします。通常玉で当たらなかったらメカ棒2発に切り替えるなど、状況によって次の攻撃を判断しないといけません。針に当たらないように歯車の右側を走り抜けます。ここは通常プレイでは難易度できたかのマップですね。上にいる猿を捕まえます。猿の真横あたりまで飛んでいくと逃げることなくゲッチュできます。ここでメカ四駆の出番です。猿を誘導しておびき出します。猿がメカ四駆に攻撃しない程度に近づき、出口付近でアタックして転ばせてそのまま捕まえちゃいます。アタックするのが少しでも早いと網が届かないので、ギリギリで転倒させることを意識しています。最後はトビンガーで飛んで猿を捕まえて、このステージはおしまいです。全体通して難易度が高めのステージでしたね。サルゲッチには本編以外にもスキー、ボクシング、シューティングのミニゲームが遊べます。動画では紹介しきれませんが、どれもデュアルショックを活用した面白いゲームとなっているので、思い出に残ってる人も多いんじゃないでしょうか。私はボクシングが好きでした。リメイク版である PSP 版では卓球のミニゲームもありますね。現代最後のステージ、スカイテレビタワーです。高層ビルが特徴的ですね。ボス戦に向けて爆裂玉を回収します。キラーコイルという敵が爆裂玉を3つ落とすので利用させていただきます。壁越しにスイッチを押しています。通常玉がすり抜けてスイッチを押してくれています。網を使って散らばった爆裂玉を回収しました。次のマップでメカ四駆を使った技を決めます。メカ四駆をヒップドロップで破壊して、あれ、こんなことありえません。やり直します。マップを一度切り替えて猿の初期位置をリセットします。メカ四駆をヒップドロップで破壊して、猿の頭が床から飛び出たところを網に持ち替えてゲッチュしています。スターダストドロップエクスプロージョンと勝手に呼んでいる技です。猶予は3フレームあるので難しくはないですが、世界ペースの緊張でミスしてしまいましたね。悔やまれるところです。猿をもう一匹捕まえて扉を開けます。ちょうど寝ているところをゲッチュできました。これで次のマップに向かうことができます。ダッシュフープを回して降りた勢いで敵を倒します。これで爆裂玉が8発集まりました。9発欲しかったところですが、まあ良いでしょう。ここでタンクに乗って壁を壊していきます。硬い壁を壊すのはこの段階では唯一の手段ですね。処理落ちのせいで砲撃が発射されない時があります。ひたすら R3 ボタンを連打しています。先に上にいる猿を捕まえます。ここは急がないとロボに乗られてしまいます。向き変更と落下ダメージキャンセルのために網を振って猿に向かって行き捕まえます。最後の猿は乱数によってかなり遠くにいることがありますが、今回は近くにいたので助かりました。これでボスへの扉が開いたので直行します。ここから地獄の乱数ゲーが始まります。ボス、バトルクルーザーです。ビルの屋上での戦闘ですね。敵の攻撃後に攻撃チャンスが発生します。ターン制バトルですね。6回攻撃したら倒せます。メカ四駆を仕込んでおきます。それ以外は特にやることはないので、バトルクルーザーと一緒にぐるぐるします。バトルクルーザーが地上に降りてから乱数ゲーのスタートです。青色の UFO 攻撃か赤色の炎攻撃をしてきます。なんと青色だったらその時点で6秒タイムロス確定です。攻撃が青色か赤色かは半々の確率になっています。こればかりはもう祈るしかありません。地上からの攻撃は合計で4回あるため、最大で最速より24秒遅くなります。バトルクルーザーが2回攻撃したらメカ四駆を操作して攻撃を当てます。回数制のボスなので攻撃力が弱い攻撃でも問題ありません。こんな最後の方にこんな乱数があるのは RTA プレイヤーからするとなかなか厳しい事態です。ボスの攻撃の瞬間にどの攻撃をするか決まるみたいですが、調整方法などはまだ判明していません。誰か見つけてください。本当に
今回は乱数が良く赤3を1で済みました。もしも赤に青にならこの記録はなかったことでしょう。空中からの爆撃の後に爆弾設置攻撃が来ます。爆撃の後に攻撃判定が出るので、その隙に爆裂玉を打ち込みます。爆裂玉の代わりにトビンガーで飛んでメカ棒で攻撃する方法もありますが、難易度が跳ね上がるのでまだ誰も実践している人はいません。ちなみに運が悪いと爆弾設置攻撃の代わりにこの段階からもう一度地上攻撃に移行することがあります。そうなってしまうと1分以上のタイムロスになるので、確実にリセットすることになります。地上攻撃への移行は10回に1回くらい起こります。ここまでどれだけ早くてもボスの気まぐれで記録がなくなってしまうんです。いよいよ最後です。最後の攻撃だけボスが中央に寄ったタイミングで攻撃します。これはボスの撃破ムービーを短縮するためです。約3秒の短縮となります。最後にガチャメカをダッシュブックにセットしています。タイムステーションでガチャメカを変更する必要がなくなります。記録更新が乱数に左右されるボスでしたが、まさかこの後さらにひどい乱数ゲーが始まるとは誰も思ってないでしょう。この時点で旧世界記録より約5秒早いです。最後のステージを残すのみとなってます。ラスト踏ん張っていきましょう。走っている時はすでに結構緊張しています。この緊張感は当時見てくれていた方にも伝わっていたみたいです。最後のステージ、スペクターランドです。ウェスタン、サーカス、コースター、ゴーカート場の4つのステージで構成されています。最後なだけあってステージ3つ分くらいのボリュームがあります。連れ去られた仲間たちを助けに行きます。まずはサーカスへ。囚われている博士を助けるためにトランポリンを使って上へと登っていくマップです。ただトビンガーで飛んでいけるのでトランポリンは必要ありません。頂上まで行くとサーカスのボス団長フトッチョとの戦闘が始まります。 HP 制で HP19 あります。最初に爆裂玉を4発当てます。無敵時間があるので一定間隔を空けて攻撃します。ダメージを10に与えると下に落ちます。最後の一発は真ん中に移動してから攻撃します。フトッチョが転がってくるのでトビンガーで避けて壁にぶつかったところをメカ棒で攻撃します。メカ棒を4回当てたらおしまいです。倒したら飛びトンボをセットしておきます。ムービーの前にダッシュフープを少し回しておくことでムービー明けに即座にダッシュフープが発動します。次は恐怖のジェットコースターに乗ってお化け屋敷に向かっていきます。飛びトンボでコースターに直乗りしようとしてますが少し届きませんでした。コースターに乗っていきます。時期のスピードが速くトラップも大量に置かれているので通常プレイではかなりの難所となっています。コースターは2マップ分あります。1マップ目はトラップの位置が固定配置になっているので覚えておけば難なくクリアできます。コースターの速度は固定されておりジャンプ以外の操作はないためショートカットなどの短縮技は残念ながら今のところはありません。ここのショートカットが見つかればかなりの短縮につながるんですけどね。誰か見つけてください、お願いします。コース上にスペクターコインがありますがエニーパーセントでは取る必要はありません。 100% を目指すのであれば取る必要があるのでやや難しいところとなっています。2マップ目です。ここではトラップが固定ではなくランダム配置となっています。ランダムとは言っても配置される場所は決まっておりトラップ個数も10個と決まっているのでそう難しくはありません。それも慣れてしまえばの話ですが、初めのうちは何度か死んでしまった気がします。後々のためにビスケットが残り1枚になるように調整します。最初にトラップを6個避けたらあとはコントローラーに触ることなく放置するだけで調整できます。コースターを抜けていよいよお化け屋敷の中に入っていきます。ここでは夏美ちゃんが檻の中に囚われています。3匹の猿をゲッチュしたら解放されます。トビンガーでステージをショートカットしていきます。少し踏み外すと無限に落ち続ける場所があるので要注意です。あ、飛びトンボの出番終了です。
3匹の猿を捕まえます。最初降りてから必ず2匹捕まえます。最後の1匹はすぐ降りてこないパターンや、降りてからすぐ棺桶の中に入らないパターンの時は捕まえることができます。捕まらなかった時はわざと被弾してデスルーラします。このための HP 調整ですね。ダッシュフープに転向して一度ステージを脱出します。脱出するときはセレクト、スタート、脱出と入力することで素早く脱出できます。細かいタスクですが大事なポイントです。ステージに入ったら着地するまでにダッシュフープを回します。これによってムービー時間を少しだけカットすることができます。ゴーカート場です。ライバルのヒロキとの最初で最後の戦闘ですね。ヒロキカートが突っ込んでくるまで待ちます。しゃがんでいるとなぜかメカヨンク攻撃が当たりません。メカヨンクを壊すと稀に爆裂玉を落とすので壊しています。左側にポジション取りして突っ込んでもらいます。こちらの攻撃後になぜかまた攻撃判定が出るので連続で攻撃できます。本来は男性のバトルですが1ターンキルして終わりです。ありがとうヒロキ。ヒロキアタックはいろいろと挙動がおかしいので何かしらの事情があるのかもしれませんね。かわいそうヒロキ。全員救出したのでいよいよスペクター城に向かいます。ここでお城が空を飛んでいるムービーが流れます。スペクターランドにはもう一つエスタンランドというマップがありますが、猿がいるだけなので 2% ではスルーしています。スペクターランドはここまででもかなりのボリュームですが、スペクター城に入るとさらに広大なステージ構造になっています。最高ですね。スイッチを押して転送装置を起動します。これで天空の城に行けるようになります。移動する床がありますが乗っていったら遅いのでトビンガーで飛んでいきます。ダッシュフープは途中で切れてしまうので長い道では完成ジャンプを挟んで再度フープを回すようにしています。巨大プロペラのマップです。猿に気づかれることで警報を鳴らしてもらいます。スイッチを押した後はデスルーラします。猿がスイッチを押すことで今まで無音だったステージに BGM がかかります。ここの演出は何度見ても鳥肌もんですね。ここから本番という感じがワクワクします。 UFO 2匹との戦闘です。パチンガーの弾を3発当てたら撃墜できます。最初は当たり判定がないので待ちます。複雑で素早い動き、乱数によるレーザー攻撃、撃墜後の猿の強さ、全てが高水準です。終盤にして最大の難所となっています。この時点で誘導玉が2発残るのでうまく利用します。撃墜後すぐに捕まえられるように最後はメカ棒で撃ち落とします。2匹を捕まえることでスペクター城に入場することができます。あと2分ちょいでクリアです。城内には11匹も猿がいます。ただし猿はもう捕まえる必要がありません。完全スルーしましょう。空中になぜか母数のマップへ移動できる判定があります。トビンガーがないといけないですが、いきなり最終マップにショートカットできます。ボス、ゴリアックアーマートーブとの戦闘です。ボス戦はまさかの敵視点です。こんな良い演出他にあったでしょうか。攻撃に当たらないようにルート取りして近づいてメカ棒で攻撃しています。6回攻撃すると倒すことができます。ここで爆裂玉を持っていたら遠くから攻撃できるので少し早くなります。改善ポイントですね。いよいよ最後です。ゴリアックアーマー艦全体との戦闘です。 RTA 的にここが最大の記録つぶしポイントとなっています。その理由はボスの攻撃にあります。衝撃波、一歩、爆撃、キャノンの4種類のパターンがあり、キャノン攻撃好みこちらの攻撃チャンスになります。もうお分かりかと思いますが、どの攻撃パターンになるかは、そう、ランスです。余計な攻撃を挟むたびにタイムロスになります。最後の最後に運で全てが決まります。ボスの攻撃1回を1サイクルと呼び、最短で5サイクルは確認できています。また最長で35サイクルまで確認しています。世界記録ペースでここまで来たことは8回ほどありますが、当記録以外は乱数で全て台無しになっています。今回は7サイクルでした。これはかなり運が良かったです。左右それぞれ2発ずつで腕が落ちます。爆発のエフェクト
ットの処理を近い日のために主観視点にしています。両腕不解後は胴体を3回攻撃するのみとなっています。レーザーで床が消されるのでサイドの床で待ちます。胴体への攻撃はジャンプしてメカ棒で攻撃するだけの簡単な操作ですが、いざ記録が出るとなると緊張しすぎて頭がパニックになってましたね。3回目だけ2発レーザーを撃ってきます。最後の一撃を与えた瞬間にタイマーストップです。はい、お疲れ様でした。長い間ご視聴ありがとうございました。最後に私からコメントありますが、まずは今回唯一のムービーをご覧ください。お前のせいで俺の計画は台無しだ。スペクター、もう悪あがきはよせ。遊園地に帰るんだ。ふざけるな。あんなほのぼのしたところに二度と帰るもんか。いいか、俺は必ずまた戻ってくる。そして今度こそこの世界を潜伏してやる。それまで首を離して待ってろ。いいな。あ、待て、ベッター。ということでスペクターには逃げられてしまいました。すべての猿を捕まえた後にまた再戦することになります。最後にコメントを残しておしまいにしたいと思います。サルゲッチはゲーム性、キャラクター、 BGM、 演出、ボリューム、どれをとっても本当に素晴らしいゲームです。開発に関わっている全ての方に改めて感謝します。本当にありがとうございます。前のパートでも宣伝させてもらいましたが、PS プラスプレミアムプランに加入することで PS4、PS5 でサルゲッチプレイすることができます。もしくは単品でも販売されているので、プレイしてみたい方はこの機会にプレイしてみてください。クイックセーブや巻き戻し機能に対応していてかなり遊びやすくなっています。RTA では高速読み込み仕様した PS2 が最速ですが、 PS4、PS5 でもそれなりのタイムを出すことができますので、気軽に挑戦してみてはいかがでしょうか。サルゲッチュ RTA は残念なことにアクティブな奏者はそれほどあまり多くありません。私はいろんなゲームの RTA をかじっていますが、その中でもサルゲッチュはスタイリッシュな見た目に反して難しい技も少なく時間も短めなので、とても走りやすい RTA だと思います。奏者が多く盛り上がっているゲームは新しいアプローチやバグ技が発見されたりといいことづくめでもあるので、新規奏者増えてくれるとすごい嬉しいなと思います。少しでもわからないことがあれば気軽に聞いてもらって大丈夫ですし、新規奏者が困らないようにこれから細かい解説動画もアップしていこうと考えていたりします。3年半越しにこの動画を作成したのもそれが一つの狙いだったりもします。再走についてですが、この記録が抜かれたらもちろんこれ以上のパワーで走り直します。逆に言えばこの記録が抜かれない限りは走ることはないと思っています。いつか新規走者が過去最長である3年半も保持しているこの記録を超えてくれる時を期待しています。忘れてはいけないことですが、 RTA の先駆者様やタス制作者様がいてこそのこの記録です。私だけでは決して成し得ない記録です。いろいろと参考にさせていただいています。ありがとうございます。現在私は全サル RTA の世界記録に挑戦しています。エニーパーセントの倍の時間かかるのでなかなか手強いですが、ルート構築から見直したりなど奮闘しているところです。配信もしているのでよければ遊びに来てください。いつも応援していただいている方、本当にありがとうございます。
こうした方がいいんじゃないなどのアドバイスは歓迎しているので気軽にどうぞ。他のサルゲッチシリーズを走っている方や同じように解説動画を作成している方もたくさんいるので、そちらもよろしくお願いします。最後に、おいソニー、サルフを出してくれ。みんな待ってるぞ、10本買うぞ。本当に長年のファンの一人として、ファンだからこそ新作に未だ期待しています。改めてご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。